皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の3月の5日ですね、火曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の9時47分ということで1時間と17分ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、2002年10月25日に山口系右翼一人団体代表伊藤博水に4500万円の金を払って石井紘基議員を殺害させた黒幕は一体誰なのかと、ナンバー1ですね、ということです。今日はワイワイニュースライブ通算で2729回目ですね。Facebook ライブは使えないんで、一元放送で、ネットツイキャステレビで、放送をスタートしましたということです。今日の最初のテーマですね、は昨日の地震に関してですね、管理事務所に聞いたんですけど、単にここの狭い範囲でなくてですね、隣の富士吉田市、10万人の大都市、大きな都市ですね、含めたかなり広範囲な地域が一時的に、まあ、10分とか20分ですけど停電になったということで、東電の話だと、配送、発電、送電網か、送電網のトラブルがあったということだったんですね。ということで、まあ、私がここに来てから6年なんですけど2度目ですね。ということで、通常のアクシデントということだと思いますね。放送妨害とか等々という可能性は低いんじゃないですかね。ということです。そして今日の画像ですけど、今日の画像は今日のメインテーマと関連してですね、この石井紘基当時の民主党議員をの心臓を狙って一月で即死させたという伊藤博水という一人右翼ですね、彼の新たないわゆる証言が出てきたということで、これは2010年の10月に放送されたテレビ朝日報道番組、ドキュメンタリー宣言、石井紘基議員殺害真相、殺害事件の真相という報道番組があって、それを YouTube で、3つに分けてですね、アップした方がいて、今日はそれをベースにして、メインテーマを取り上げるんですね。で、特に、3つのうちの最後の3分の3、これの中から8分か9分ぐらいの短い映像なんですけど、非常に重要な本人が刑務所の中に収監されて、でこの番組の大野浩二というテレビ朝日の記者がですね、面会に行って、で、証言を聞いてきてるんですね。で、その YouTube 映像のキャプションを私は5枚のこういうふうな画像として、今日の画像で取り上げるということなんですね。で、一番最初は2人のやり取りがあるんですけど、
刑務所で面会したテレビ朝日大野浩二記者の質問に対して答えた場面なんですね。でそれが4つあるんです。で最初の画面は画像はですね、大野浩二記者が手紙にあった金とは いくら動いたんですかと聞いたら、伊藤白水が最初に3000万円、次に1500万円と、驚くことに金をもらったというふうに証言したんですね。これが映像から撮ったキャプション画像です。から2枚目が、記者がですね、なぜ裁判で嘘の動機を主張し続けたんですかと。要するに彼は家賃を出してくれと追い立てを食らってるんで、新しいところに支払う家賃を貸してくれと無心したんですけど、それを断ったから俺は殺したんだと、こういうことをずっと繰り返ししてるんですね。ということで、なぜ裁判で嘘の動機を主張し続けたんですかと。伊藤白水、デタラメを言わざるを得なかったということなんですね。で3番目、なぜ裁判で、どうしてですかと言ったら、頼んだ人が誰かを言わなければならなくなるからと、だから嘘を言ったんだと、こういうことなんですね。だからお金を払った黒幕がいるってことなんですね。そして4枚目、殺害を頼んだ人って誰ですかと直接聞いてるんですね。なかなか優秀なあの大野浩二記者ですね。それに対して、それを言えばその人の顔に泥を塗ることになるから言わないと言ったんですね。これは4枚目と。そして同じこのテレビ朝日のこの後の場面で、石井紘基議員の八回忌法要が2010年10月24日に催されたんですね。でそれに参列した民主党の枝さつき議員が重要なこと言ってるんですね。非常に短い証言ですけど、重要なこと言ってるんですね。これです。石井議員が追及しようとしたことが時の権力の中枢に大変な打撃になるものだったということですよね、ということなんですね。まさにこれなんですよ。非常に短い言葉の中に3つの重要なポイントがあると、今日のメインテーマで取り上げるんですけど、それじゃあ石井議員が追及しようとしたことが何だったのかと、ポイント1から2つ目、時の中枢、権力の中枢とは一体誰なのかと。そして3つ目、大変な打撃になるというのはどういうことなのかと。この3つのこと、ポイントを今日のメインテーマで掘り下げようということなんですね。皆さんからのコメントですね、Kさん、コンティニューコインですね。これは砂月さん、伊藤白水はまだ生きてるんだから絞り上げて吐かせればいいと。生きてるんですよ、刑務所で、生きてるんですね彼は。それと砂月さん、コンティニコイン2枚ですね。砂月さん、今日のメインテーマリツイートしてくれましたね。から初耳さん、コンティニコイン、いつもたくさんのコンティニューありがとうございます。1、2、3、4、5、6、6枚ですね。配信ありがとうございます。初耳さん必見ですということで、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。からシカゴさん、放送中で今日のメインテーマリツイートですね。から石森さん、山崎康彦氏ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。土山純一さん、お茶爆店配信ありがとうございます。からコンティニューコインですね。
そしてこの放送の前ですね、Facebook はビットコインが失敗した場所で成功することを望んでいると、ニューヨークタイムズの記事ですかね。で、その前に、情報売買でマネーロンダリング、場所の提供を画策、Facebook が作る仮想通貨はブロックチェーンの進化を発揮できるかということで、Facebook が仮想通貨の流通に乗り出したということなんですね。ということです。シカゴさん、私の再生リストで3話を1話にまとめましたと。動画、石井紘基議員暗殺、ああ、1、3、ああ、これはいいですね。1から3がまとまってるんですね。はい。ということで、ですね。今までのところをアップします。地震のことですね。それから今日の画像ですね。これはテレビ、まあ当時の2010年ですから、もう9年前ですから、まだまだ本来の報道の使命に燃えてたんですね。こういう番組を作ったんですね、テレビ朝。今では到底無理でしょうね。刑務所に収監されている伊藤博水に面会して、彼の直接の証言を得たということなんですね。これお金ですよ。最初に3000万円もらったと、次に1500万円もらった。だから殺害する前金として3000万、そして殺害した後1500万ということですよね。で、彼は石井紘基議員の自宅から出てきて、迎えの車、運転手が待ってる車に向かう途中、担当で心臓を一突きして殺害したんですね。で、その後彼はバイクに乗って、高尾山に行ってるんですね。ですからここでおそらく1500万もらったんでしょうね。そうですね、中んさん3193コンティニューコインですね。で、2つ目の画像、なんで嘘の動機を裁判で主張し続けたんですかと。でたらめを言わざるを得なかったですか。どうしてですかと。嘘を言わなければ、頼んだ人が誰か言わなくてはならなくなるからと。こういうこと言ってるんですね。アフターマッチさん、お茶ですね。そして、4つ目か。殺害を頼んだのは誰ですかと。それを言えば、その人の顔に泥を塗ることになると。人を殺しといて何が泥を塗るって、ふざけんなと思うよね。
そして重要なのは、この番組の最後の方に出てくる、江田さつき議員の証言ですね。短い言葉ですけど。で、石井紘基さんっていうのは、議員になる場合は、この江田さつきさんの秘書をやってたんですね。ですから非常に、信頼関係のある親しい関係だったんですね。で、彼が何言ってるかというと、石井議員が追及しようとしたことが時の権力の中枢に大変な打撃になるものだったということですよねと。これですよね、ポイントは。たったこれだけなんですけど、3つの重要なポイントを言ってるんですね。1つは、石井議員が追及しようとしてきたことは一体何かと。2つ目は、時の権力の中枢とは一体誰なのかと。3つ目は、大変な打撃になるというのはどういうことなのかと。この3つのポイント、これを今日のメインテーマで取り上げたんですね。ということです。今日の画像ですね。そして今日の映像は、このテレビ朝日の YouTube 映像、暗殺の謎3の3ですね。3番目のやつ。これを今日の映像に、取り上げました。閲覧数が19万6000ですよ、これ。2010年11月2日に公開したと。いうことですね。それで、この映像をアップした人がですね、コメントとして書いてんですね。C コキさんが友人に宛てた手紙で言ってること、所詮身を挺して戦わなければならない、戦わなければ務まらないのが歴史的仕事というでしょうから、覚悟はしてますが、それにしてもこんな国のために身を挺する必要なんかあるのかなと。だからこの日本にかなり失望してたんですね。身を挺する必要なんかあるのかなと。その自問、その自問、葛藤なきにしもあらずですと、友人に宛てた手紙よりという。やはり大変なことをしてると、葛藤があったんですね。ということです。次のコラムで、ね、今日の座右の銘ですね。これはたびたび取り上げてますけど、南アフリカアパルトヘイト撤廃闘争のリーダー、ネルソン・マンデラの言葉ですね。彼は国家反逆罪で27年間の牢獄生活を強いられたと。そして釈放された後、初代の黒人大統領に選出されたと。南アフリカですね。これいくつあるの？ 3 つあるんですね。で、1、人間として何もせず、何も言わず、不正に立ち向かわず、弾圧に抗議せず、抑圧に抗議せず、また自分たちにとっての良い社会、良い生活を求めずにいることは不可能なんだと。ですね。から2番目、刑務所に入らずして、その国家を真に理解することはできないと。国家はどのように上流階級の市民を扱うかではなく、どのように下流階級を扱うかで判断されるべきであると。3、奴隷制やアパルトヘイトと同様に、貧困は自然のものではなく、
人間から発生したものだと。よって貧困は人類の手で克服し根絶できんだと。この3つはまさにその通りですよね。今日のこれ間違った。座右の銘、で1、人間として何もせず何も言わず不正に立ち向かわず抑圧に抗議せず、また自分にとっての良い社会良い生活を追い求めずにいることは不可能なのですと。いいことですね。から次、刑務所に入らずしてその国国家を真に理解することはできないと。これですね、その国家を真に理解することはできないと。国家はどのように上流階級の市民を扱うかではなく、どのように下流階級を扱うかで判断されるべきだと。まさにそういうことですね。から3つ目、奴隷制やアパルトヘイトと同様に貧困は自然のものではなく人間が作り出したものだと。人間から発生したもんだと。よって貧困は人類の手で克服し根絶できるのだと。こういう非常に、いい言葉ですね。ということで今日の座右の銘です。そして今日の注目情報ですね。これは、ネイバーまとめで、今日付けで、このグラマーラスさんという方がまとめてくれたんですね。時代の侍石井光輝暗殺と特別会計の闇と、こういうこれをまあ注目情報として今日取り上げました。できるだけ広く拡散してくださいということですね。和也さん、こんばんは、放送ありがとうございました。ということで、この記事をは私がまとめましたと。石井光輝暗殺と特別会計の闇というやつで、なかなかよくまとまってるんですね。砂月さん、アーロン・ルッソは立派だったと。向こう側に取り始末に困る人。石井光輝さんもまたということですね。ということで、これ結構長いんで、これぜひご自分でですね、
映像、YouTube 映像も5つか6つ貼り付けてありますので、ぜひ URL クリックして、ご自分で、確かめてもらいたいですね。そして、そうか、今日の推薦図書ですね。これですね。これは素晴らしい本ですね。最初はなかなかとっつきにくかったんですけど、素晴らしい内容ですよ。彼でなければここまで追求できなかったでしょうね。ということで、石井紘基議員の最後の遺書ですよね。日本が自滅すると、官僚経済体制が国民のお金を食い尽くすと。要するにそういうことですよ。この間ずっとアベノミクスで、積極的な財政出動で、この2013年3月からもう6年なんですね。で、積極的な財政出動で、政府から350兆円の税金ですね、がばらまかれたと。で、同時に黒田日銀が350兆円の信用創造、円をですね、すりまくったと。合計700兆円もの国民資産を投入したにもかかわらず、GDP の成長率は2010ここありますよね、2013年から、要するにアベノミクスの開始時期から見ますと、2017年の GDP 成長率2.00、14年0.38、15年1.35、2016年0.96、2017年1.74、そして去年2018年1.14と、ほとんど成長してないと。それじゃ一体どこに行ったのと、このお金は、700兆円もの国民資産はどこに投入されたのと。実体経済にほとんど投入されないと。その結果がこの低成長率なんですね。それは一体何かというと、まさに石井紘基さんが言ってる、官僚経済体制で国民のお金700兆円を食い尽くすと。だから全く実体経済の活動に役立たないところに消えちゃったということなんですね。で、今日は第50回目の朗読ですね。3月5日、第2章、経済蝕む官企業、特殊法人と公益法人などと。第2節、特殊法人は法的には幽霊だと。その中の今日、論理無茶苦茶の財テク集団、年金資金運用基金と。ここですね。ここ1、2ページ、3ページですね。ちょっと長いですけど、今日読みますね。論理無茶苦茶の財テク集団、年金資金運用基金と。年金資金運用基金は、平成13年4月に、年金福祉事業団から移行した特殊法人であると。名称は変わったが、事業内容に大きな変化はないと。従来、年金特別会計が年金の積立金の全額を旧大蔵省の資金運用部に、預託し、その資金運用部から年金福祉事業団が借り入れて財テクを売っていたと。これでは国民の年金を利用した
単なる天下りビジネスに過ぎないというので、平成13年に名称を変更して年金資金運用基金とし、年金資金の全額を自主運営することになったと。しかしこれまでの年金の積立金は7年間の預託にしていて運用部から返ってこないため、この基金の事業内容は当時、従来とはほとんど変わっていないと。ただし、将来は50兆円規模の年金積立金の運用がこの基金によって行われることになると。これまでの放慢ぶりを見れば誠に心配なことであり、以下に現在のこの基金の放慢経営ぶりを見てみようと。国民から集めた年金資金は従来旧厚生省の年金特別会計に入り、そこから資金運用部に貸し込んできたと。この累計が平成13年度末で144兆円であると。資金運用部はこれを財投などに投じる年金特金はこの利息として年5から6兆円を資金運用部から受け取ると。ところが一方、旧厚生省の年金資金運用基金は財投から逆に毎年5兆円程度借りてくると。借金の累計は36兆円であると。そしてその利息が年1兆3000億円元利合計で5兆円超を財投に支払っているのであると。つまり旧厚生省は国民の年金の積立金を運用するため 3.5% の利率で資金運用部へ貸し付けたものをそっくり 2.6% の利息を払って借りてくるというとんでもない背信行為を働いているのであると。しかもそれを上乗りして、内職ビジネスで損を出しているのであると。年金資金運用基金は平成13年12年度だけでも1兆8000億円の欠損金を出したと。従来分を合わせた累積損金はなんと2兆円に達しており、その穴埋めに毎年国費が720億円も注ぎ込まれているのだ、と。年金の積立金を運用で増やすとは白々しいと、むちゃくちゃだと。要するに国民の老後のための国民の金は次から次へとたらい回しにされ利用され、行った先々で借金を作り、その果てしなく積もる借金の利息に、行った先々で国民の別の金税金を注ぎ込まれているという構図なのであると。それでは年金資金運用基金は借り入れた金、36兆円を使って何をしているのかと。うち約27兆円は信託銀行、生命保険会社など機関投資家に託して国債外貨などの債券株式等で運用していると。金額が莫大であるので、各民間金融機関は目の色を変えてその獲物を競っていると。事業団から金融機関に落ちる受託手数料は1兆円につき年間20億円ほどと言われると。この年金 財源を使って公益法人を作り、金融機関から拠出金を召し上げているのが財団法人年金保養協会の中に、平成5年に開設された年金資金運用研究センターであると。このセンターは財団本来の目的とされる余暇保養の研究とは何の関係もない
資金運用手法の開発に関する調査研究のために、年金資金運用基金が調査研究委託費を出す一方、都市銀行、信託銀行、生命保険会社、投資顧問会社など87社から賛助会費を払お取っていると。年金資金運用基金は、年金資金を株式や債券市場に投資しているが、旧厚生省が売り買いのディーリングにまで手を伸ばすとは、一体全体どうなってんのかと。行政マンが日中相場に張り付いて切った張ったをやれるわけはないと。おかしいことが自ら分かっていながら、旧厚生省が得て設けた癒着組織と言えると。年金資金運用基金のもう一つの財テクは、住宅資金や福祉施設などに対する融資事業と、ホテル、健康センターなどの施設事業であると。資金は約10兆円だと。ご多分に漏れず、住宅資金貸付では返済が6ヶ月以上遅滞している不良債権が400億円に達しを超しているし、小口貸付で40億円が返済不能状態だと。また147万件の住宅貸付も金利が高いため、1年度だけでも1兆1500億円のローン繰り上げ返済があったと。繰り上げ返済をされても、基金から財投への繰り上げ返済はできない仕組みであるから、莫大な逆財や損失が生ずると。この分だけで12年度420億円の利子分が国費によって穴埋めされたと。融資事業の対象としては、大規模年金保養基地グリーンピアがあると。1箇所100万坪の宿泊レクレーション施設を全国13箇所で、13箇所11基地に展開しようという財団法人年金保養協会の総合ホテル経営事業であると。理事長は元厚生省事務次官の加藤誠維持し、職員は1110名で、事業部の13名を除き、すべてホテルの事業運営管理に当たっていると。今日までの投資総額は1934億円に上り、これだけの国費をつぎ込んでもほとんどの施設が大赤字であると。幾重にも天下り団体が介在したのでは、成り立たないのは当たり前だと。かといって天下り団体が介在しないで、厚生労働省としてわざわざ民間を押し白酒てまでやる意味はないということですね。ここまでが今日の分ですね。すごいですね、これ。年金資金運用基金と。これ GPF って言うんじゃないですか、今は。だから日経平均が2万円割ると、損失が出るということですよね。こんなのやめちゃうんですよ。国民の老後の資金として、安全な資金運用、株とか債券とか国債とか等々、あるいは外貨とかなんかの博打に使うなと、こういうことですよね。シカゴさん、ネルソン・マンデラの名言格言、癒しツアーツァーさん、推奨本、朗読中ですね。暗殺カバン、
国会資料伊藤白水はこのカバンの中を開けて、開けたと開けていたというのをちゃんと出迎えの車の運転手が見てるんですけど、彼は一貫して、そんな資料は見たこともないと、カバンの中を開けて、開けたこともないと、資料なんか知らないよと、で頑として認めないんですね。ということは逆に、その資料目的、資料、非常に重要な資料を奪ったということが彼の頑なな証言拒否から伺えるということでしょうね。政治家の石井紘基は日本の官僚志願について資本主義の仮面をつけた官僚制社会主義国家と、現代の侍石井紘基暗殺と特別会計の闇、グラマラスさん、これですね、ネイバーまとめですね。はい、日本が自滅する日と、石井紘基兄さん第2章、経済蝕む官企業第3節、経済のブラックバス特殊法人の姿、論理むちゃくちゃの財テク集団、年金基金運用基金と。で、損失が出ようが何だろうが、絶対彼らは責任取らないと。すべてのツケを国民に回すというんですよね。だこれはもう戦後ずっと米国の傀儡政党自民党が政権を握ってたということが、もう極限的な腐敗を招いているということですよね。だからもう一日も早く自己ファシスト政権打倒して、市民革命政権を樹立するというのが本当に我々にとって必要なんですね。それができないと我々の近未来はないよと。遠い先の未来じゃなくて近未来ですよ。10年先、20年先の近未来が保証されないという重大事態に陥っているということですよね。ということです。現在42分43秒、閲覧51名様、計94名様、コメントが45件ですね。で、今日のメインテーマですね、2002年10月25日に山口組系右翼一人団体代表、伊藤白水に4500万円の金を払って石井紘基議員を殺害させた黒幕は一体誰なのかと、ナンバー1ですね。この黒幕を特定するために役立つ3つのポイントが、石井紘基議員殺害真相究明委員会会長だった民主党江田五月議員の以下の短い証言の中にあると、彼が言ったんですね。石井議員が追及しようとしたことが時の権力の中枢に大変な打撃になるものだったということですよね、ということですね。画像があるんですね、これ。石井紘基議員の八回忌の法要に、参列した時の証言ですね。政権中枢、時の政権中枢に大変な打撃を与えたということですよね、と言ってるんですね。彼は分かってるんですよ。で、ポイント1、石井議員が追及しようとしたことは何だったのかと、これですよね。で、石井議員が追及していたことは、彼が最後に残した著書、今ずっと朗読してる、日本が自滅する日、官僚経済体制が国民のお金を食い尽くすと、PHP 2002年1月23日。だから殺された年の1月23日に PHP で、発行されたんですね、この本が。それで10月25日に殺されるということで、まさにこの本が言ってることが、よっぽど当時の政権中枢に大打撃を与えているということなんですね。で、市議員が追及していたことは、この本の第1章ですね、利権財政の御三家、
特別会計財と補助金第1節、誰も知らない日本国の予算に詳しく書かれているので、以下に要点を抜粋するということで、私は抜粋したんですね、この部分を。で、ここは本当の予算は、予算額は260兆だと。我々はこの省において、我が国の政官一体の利権システムを台所で支える財政の仕組みについて見ることにしようと。利権システムを財政の面から支えている財政制度は、特別会計と財政投融資計画、そして補助金、これが御三家なんですね。これを私は利権財政の御三家と呼んでると。政権権力はこの御三家を使って、財政的に特殊法人や認可法人、公益法人を支え、増殖し、天下り、巨大な権力ビジネスを展開すると。これこそ経済財政を根底から犠牲にする、国を挙げての利権システムの要であると。これですよ。で、財政の第一の枠組みは表の顔である一般会計だと。平成12年で言えば、税金と借金、国債発行を主な財源として85兆円を集めと。それを社会保障や公共事業、教育、防衛などに使うと。その使い方を別の角度から分類してみると、図のように特別会計への繰り入れが51.6兆円で最も多いと。補助金も21.2兆円に達していると。通常、国の予算というと、この一般会計のことを言い、マスコミもこれしか報道しないが、実は特別会計と呼ばれる裏の予算があり、こちらの方が規模がはるかに大きいと。特別会計については次節で詳しく説明するが、国が郵政とか道路整備とかといった特定の事業を営む場合、厚生年金保険のような特定の資金を保有して、その運用を行う場合に作ることができる一般会計とは別の会計のことだと。その特別会計が今38あって、それらの歳入を合計すると336.5兆円と、歳出を合計すると318.7兆円にもなると。ここに入ってくるのは、揮発ガソリン税のような税金もあれば、厚生年金の保険料もあると。一般会計の4倍もの規模を持つと。この特別会計こそが財政の横綱なんだと。この国の財政にはもう一つ、他の先進国には見られない財政投融資という大きな枠組みがあると。詳しくは第3節で説明するが、私たちの郵便貯金や簡易生命保険の保険料、年金の積立金を集め、これを特殊法人に融資したり、国債や地方債を引き受けたりしていると。この規模が平成12年度計画段階では43.7兆円だったと。これら3つについて、通常一般会計を第一の予算とみなし、財政投融資を第二の予算ということが多いが、それはこのことの本質を見てないと。規模の点でも実質的な意味でも、特別会計こそが第一の予算であり、財政投融資はそれに次ぐ第二の予算と。一般会計は単なる建前予算といっても過言ではないと。また、これら3つの枠組みの間では、例えば一般会計から特別会計に資金が繰り入れられたり、財投融資で、調達された資金が特別会計に繰り入れられたり、相互に複雑な資金のやり取りが行われていると。そして、その財政投融資がさまざまなルートを使って地方自治体に流れたり、特殊法人、公益法人に投げられたりして、さらに関連企業に流れて、この国の官製経済体制の動脈を形成してんだと。それでは我が国の本当の予算いくらなのかと。これを弾き出すためには、一般会計と特別会計から複雑極まりない出入りや二重三重の重複部分を除いた数字を算出していただければならないと。さらに、正確には財投融資会計との関連においても集計しなければならないが、それは不可能に違いほど複雑であるので、ここではその関係を縮小すると、捨てると。
まず平成12年度の一般会計予算は85兆円であると。ついで、平成12年度の特別会計の概要を見ると、歳入の単純合計が336.5兆円であり、そのうちの重複部分、一般関係、他の特別会計から入ってくる部分は192.3兆円である。つまり、重複部分を差し引いた総計は144.21兆円であると。あ、44点、442兆円であると。144.21兆円だね。これに対して歳出は単純が31.8兆円であり、318.7兆円で、その分の重複部分は143.3兆円、つまり重複分を差し引いた総額は175.4兆円だと。ここで重複というのは、歳入であれば国際整理基金特別会計に一般会計から入る22兆円や、地方交付税として交付税および贈与税配付特別会計に入る14.9兆円などを指すと。差し支えであれば一般会計繰り入れられる印紙収入1.2兆円や、重量税0.8兆円などと。以上の通り、一般会計の歳出が85兆円、一般会計の重複を除く特別会計の重複が175.4兆円と。であるから、我が国の歳出における財政規模、年度予算額は260.4兆円ということになると。ちょっと長かったですけど、要するにここなんですね、石井さんが追求してたところは。要するに、利権構造、隠された、非常に複雑回帰で隠された利権構造そのものを暴き出すということなんですね。それじゃあ第2のポイント、時の権力の中枢とは一体誰のことなのかということですね。で、石井紘基議員が殺害された2002年10月当時の日本の内閣総理大臣は、自公政権の小泉純一郎首相、小泉だったんですね、2002年。そして、当時の2002年10月当時の米国大統領は、911米国同時テロを自作自演したネオコン戦争派のブッシュジュニアだったと。ここなんですよ、ポイントは。時の権力の中枢っていうのは、日米をまたいでネオコン派なんですね。日本は小泉純一郎、アメリカはネオコン戦争派の代表格、ブッシュジュニアだ。じゃあポイント3、大変な打撃になるものとは一体どういうことなのかと。それは戦後の日本で米国支配階級が米国傀儡政党、自民党を使って築き上げてきた日米にまたがる隠された利権システムですね。これが石井紘基議員の追及で白日のものに暴露された場合に予想される大変な打撃だと。このためなんですね。というのが、ナンバー1の終わりですね。自立コミュレンさん、コンティニューコイン、本日も配信ありがとうございますと。シカゴさん、一般会計の約4倍の特別会計が官僚と自民党議員の財布代わりのいかさま国家と、特別会計を暴き、暗殺された石井紘基衆議院議員ということですね。寒川さん、チューチュースタンプ、白熊スタンプですね。シカゴさん、政治家の石井紘基は日本の官僚支配について、これは読みましたね。ということで、今日のメインテーマはそういうことなんです。今日のメインテーマのポイントをアップしますね。4500万円を払って石井紘基議員を殺害させた黒幕は一体誰なのかということですよね。で、この黒幕を特定するために、
役立つ3つのポイントがこの江田さつき民主党議員の短い発言の中にあるということですね。で、彼は何を言ったかというと、市議員が追及しようとしたことが時の権力の中枢に大変な打撃になるものだったということですよね。で、ポイント1、市議員が追及しようとしたことは何だったのかと。これは今ずっと朗読してきたこの本ですね、「日本が自滅する日」、この本の第一章に全て書かれていること。ね、第一章第一節で抜粋したんですね。本当の予算は260兆円と。利権システム。特別会計と財政投融資計画、そして補助金と、この御三家の隠された利権システム、これを徹底的に追及するというのが石井紘基議員がやってたことなんですね。これを私は利権財政の御三家と呼んでると。この御三家、を使って財政的に特殊法人や認可法人、公益法人を支え、増殖し、天天下り巨大権力ビジネスを展開すると。これこそ経済財政を根底から犠牲にする国を挙げての利権システムと。これですよ、彼が追求してきたのは。あ、マイナス10。これですね。そして2つ目のポイント、時の権力中枢とは誰のことかと。これは2002年10月時点だと自公政権の小泉純一郎内閣総理大臣と、日本はですね。で、アメリカはブッシュ。ネコン、戦争派のブッシュ、で3つ目、大変な打撃になるというのはどういうことかと。これは戦後日本でアメリカ支配階級が傀儡政党自民党を使って構築してきた日米にまたがる隠された利権システムが、石井紘基議員のこの追及で白日のもとに暴露されるということで予想される大変な打撃、
を彼らはものすごい危機として感じたんでしょうね。だから殺したということですよね。というのが今日のメインテーマです。60分の23秒ですね。閲覧48名様、計116名様、コメント60ですね。それで今日のトピックス、最初は三菱重工の韓国特許権10件余り差し押さえ手続き進行方針ということで、ハンギョレ。これは三菱が韓国の最高裁の賠償命令に従わないということで、三菱が韓国に持っている特許、700いくつの特許の中の10件余りを差し押さえる手続きに入ったということで、当然でしょうね。これが最初の半ギョレの記事です。から2つ目が、都構想でまた民意問うと、大阪は都知事、市長入れ替えダブル選という、本当バカなことやってんね。だからすでにこのインチキな、わけのわかんない大阪都構想という何のメリットもないというのを、すでに一度2015年に、住民投票で否決されてるんですよね。で、否決されているにもかかわらず、再度自ら知事と市長を辞任して、議会を解散して、ダブル選挙すると、そして入れ違うと、府知事と市長を松井が大阪市長になって、から吉村っていうのが大阪府知事になるという、もう完全に私物化してますよね、これね。だから2人ともあれですよ、こんなバカどもを再選させないと、落とすしかないですよ、こういう。完全にこう私物化してますよね。大阪都構想っていうこと自体が前唾なんですよね。何のメリットもないですよ、これ。ただただ東京都みたいに、いわゆる東京都知事、だから大阪府知事が絶対権力を手に入れるというための、一種の謀略でしょうね。カットメンさん、コンティニューコインですね。シカゴさん、三菱重工業、半魚ですね。はい。それから、大阪市民、これほどバカにされても、まだあれですね、松井と吉村を選ぶんですかね。嘘でしょ。プーチンとメドベージェフと真似てるんですよ。だこういうふうに入れ知恵する人間がいるんでしょうね、背後に。から3番目、エストニア総選挙、リベラル派の野党が第1党にと、極右も躍進と、AFP、リトアニア。で、この日本の相撲にいたバルトっていうエストニア出身の力士、途中で大関まで行ったのかな、怪我して引退したんです。彼が立候補して当選したみたいですよね。国会議員になったと。なかなか頭のいい青年ですから。ということです。リトアニアからゴーン被告釈放を認めるということで、検察が特別抗告しても、おそらく保釈は認められるでしょう。保釈金10億円ですって。すごいね。よくお金あんね。ゴーン。これ以上、交流していくと、もう国際世論で日本の司法は人質司法だと。こういうことがもうバレバレになっているということで、東京地裁もこれ以上交流できないという判断でしょうね。からゴーン被告の家族、保釈求め国連に支援訴えたということで、このかフランス、ゴーン
の奥さんですよね。なんていう人かな。彼女が中心になって、家族の弁護士がですね、フランス人の。で、その弁護士が国連人権委員会に、ひどい状態で長期拘留されてるという訴えを正式に行ったと。国連人権理事会ですね。キャロルさんだ。キャロルさん。当然ながら日本の司法は中世並みのひどい、人質地方であるという、人権理事会の結論が当然出ますよね、今年中に。でも法的拘束がないから日本政府は一切無視するということでしょうね。から産経新聞が社員の1割100人をリストラと。当然でしょう、こんな産経新聞なんて破産、倒産すりゃいいんですよ、こんなの。新入社員はたったの2人ですって。もう5人中ですね。これリテラです。で、最終的にはフジテレビの子会社になるということらしいですけど、もう完全に解体した方がいいですね、こんなの。弁護士交代でこんなに違うと。検事は小沢無罪の弘中さんですね、弁護士。そうですね、無罪請負人ですね。だから前の、大滝とかなんか、大鶴か、その弁護士を選任したのが間違いなんですよ。要するに大鶴っていうのが東京地検特捜部の部長から、東京高検、最高検の検事に昇進して、出世して、そして、例の小沢一郎のでっち上げ、事件、を指揮した人間ですから、まさに人質司法を推進してきた人間なんですよね。そんなやつを弁護士になったからといって、顧問弁護士に雇うってこと自体が間違ってるんですよ、もともと。誰が推薦したか分かんないですけどね。大阪都構想でまたもや不正選挙、橋下徹をスカウトした CIA、米ネオコン不正選挙情報、大阪維新の不正選挙裁判中、疑惑追及 A 氏、自民党候補の何これ、聴取 IWJ 記者と。不正選挙がまた行われるということですかね。産経新聞ですね。ネトウヨ、安倍官邸機関紙、産経新聞の末路ということで、当然でしょうね。そして最後、今日の重要情報、これが米国人夫が性別移行した夫婦と立ちはだかる日本の法律の壁っていう、これなかなかユニークな記事なんですね。AFP 日本語版の今日付ですね。これはアメリカ人の男性と日本人の女性が結婚して3人の子供を産んだんですけど、途中で、米国人の夫がですね、性別移行したんですね、アメリカで。女性になっちゃったんですね、名前も変えて。で、アメリカで生活するんだったら問題ないんですけど、日本で生活すると。で、彼女の元夫の方は青山学院大学の言語学の先生なんですね。でも日本の場合は同性婚は認めないと、認められないということで、彼らの結婚生活が
危機に瀕しているという記事ですね、これは。ああ、マイナス10。URL を。これですね、AFP。それで URL はこれですということで、時間が71分ですね。閲覧48名様、計129名様、コメント74件ですね。時間が日本時間の夜の10時58分、もう11時近いですね。ということで、今日も火曜日の放送はこれで終わりです。明日水曜日は英語放送の日ですんで、英語放送を英日語放送かやりますんで、もしよろしければ合流してくださいということで、今日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューポイント、たくさんのギフトいただいてありがとうございました。お疲れ様でした。国連の調査でガザ抗議の際にイスラエルが子どもやジャーナリスト、障害者を意図的に射撃したことが判明と。デモクラシーなんてひどいね。もう完全にあれだよね、人間と思わないんですよね。ご意味と思ってるから、彼らは。だからこういう残虐なこともできるんですよね。コメント56件、お疲れ様でした。砂月さんですね。ということで、お疲れ様でした。今日の放送終わりです。また明日ですね。お疲れ様でした。終了します。